ね、骨の意識をこうやって高める、肩甲骨の意識が高まったら背中あったかくなります。背中体温が上がんねん。僕背中体温めちゃめちゃ高いんですよ。ここは低い方がいいんですよ。こういうとことかこういうとこは高い方がいいですね。特に体幹部はね、うん、高い方がいいです。背中体温めっちゃ上がるんですよ。で背中体温上げるためにどうしたらいいかっていうとね、これなの、骨の意識高めることやねんね。骨というのが何回も言ってるようにね、中に骨髄を持ってるわけです。 OK。 で骨髄が造血作用といってね、血を作ってんねん、ね、で熱は血が持ってるわけですよ。血液が熱を持ってるんでしょ。ですよね。人間から血液なくなったら冷たくなるよ。血液が熱を持ってるね。熱を生み出すものは血液なんですよ。でそれ作ってる工場があるわけやん。工場は筋肉にはないんです、残念ながら。筋肉っていうのは血液を流すためのポンプの働きをするだけであって、血液を作っているその本質そのもの工場はどこかって言ったら骨なんですよ。骨なんですよ。だから意識を高めて喚起してあげると骨が目覚めますので、骨の意識が筋肉より高くなったらですね、もうそこの体温は上がります。背中が温まります。で背中のお肉が落ちていくね。健康、あのね、世間で言われてることで半分合ってて半分間違えてることがあってね、背中には褐色脂肪細胞っていうのがあって、全身の脂肪を燃やしてくれる熱を生み出す細胞が背中にはあると言われてるんですね。それは確かにそうなんですが、やり方が間違えてる。この辺の筋肉、周りの筋肉を動かしてしょうがない。骨の意識だ。そしたら褐色脂肪細胞が活性化するんです。あと背中側には重要なものがいっぱいあってね、まあ、背骨っていうのは本当は体のど真ん中にあるねんけれども、後ろから触れますよね、背骨もね、うん、でこの、ミトコンドリアですね。ミトコンドリアっていうのが細胞の小器官でね、ちっちゃい俺みたいな強いやつらが、まあ、おんねん、若返りの細胞ですよ。出てこつわってもう大勢で言ってるわけ。それがね、こういうことやってたらものすごい活性化するのよ。でこれがいかにね、まあ、最近流行りの言葉ね、言うと免疫力を上げるかですね。免疫力を上げるにはもう骨の意識高めることです。これはどこにも出てない免疫力の上げ方ですけどね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。